幸子ちゃん、最近シンデレラプロジェクトっていう新しい部署ができたの知ってますか？うん、もちろんですよ。あー、よかった。私まだお名前を知らない人がいて、教えてください。僕がですか？皆さん、このお話はミシロプロで一番